これこういうふうに袋ポットに入っているのを植えます。 NPO 法人悠久の里と申します。内山俊勝と申します。今回ですね、宮城県の亘理町の中にありますですね、高野小学校の植栽を行います。今回ですね、高野小学校を始める段階でですね、緑化再生プロジェクト in 亘理というものを立ち上げまして、その第1回目でございます。ここにはですね、香木であったヒマラヤシーダーというのがですね、30本ほどフェンス沿いにずっと植わっておったんですが、これが津波の影響でですね、約27本が枯れてしまいまして、今回ヒマラヤシーダーを30本、それから町の花でありますサザンカですね、これを一応30本、それから卒業生が今回植えていただくためにですね、桜の木を11本持ってきております。今回の6年生が11名の卒業らしいので植えてもらいますので、はい、私もともとが植木をやってる業なんで、植物に対する思い出がございましてですね、被災地を見たときにですね、木一本なくなっておりましてですね、これに対してやはり木を植えていきたいというのが先手あったんですけども、なかなかその植える場所がですね、まだ瓦礫がいっぱいでですね、植える場所がなかった。それでその中で一番、一番復興といいますか、欲しているのがその子どもさんたちの周りをですね、緑にしてあげたいというのが今の理念なんです。多分復興はですね、これから5年10年で終わらないような長いプロジェクトだと思いますので、まず私の場合はそんなに力がないものですから、小中学校子どもさんのですね、緑を作っていきたいなと思っております。これでどうだ。沈みたくないから。お、いいんじゃない。いいね。あ、やっぱ先生持ってきたじゃん。少し入れてからやんじゃないの。そうだよ。今回ですね、皆さんに植えていただくんですけども、緑っていうのはその植えただけではですね、育ちませんのでね、これから毎年毎年ですね、育っていくですね、木を皆さんに見守ってもらってですね、ここからまた情報の発信としてですね、こういう森づくりをしたんですよということをですね、宮城県なり岩手県なりですね、被災地にですね、発信していけたらいいと思っておりますので、ぜひご協力願いたいと思っております。